俺は負けんぞ、翼。中学院。俺は翼に負けたくない。翼、過去3年間の雪辱、中学生活最後のこの一戦で果たすぜ。行くぞ翼。今年はこのグラウンドに敗れひれ伏すのはお前の方だ。全国のサッカーファンが待ち望んでいたビッグイベントが今開始されます。東邦学園のキックオフ、試合開始です。大歓声の中、ボールは日向君から澤田君へ。そしてその澤田君、日向君の前にちょこんとボールを出す。クライナンカツー、これが俺のタイガーショットだ。アーツ日向君、センターサークルの中から早くもシュートの体勢だ。なに、行くぞ翼。日向君は初っ端から来た。日向君シュートを放った。日向君の超ロングシュート、これは低い弾道だ。翼君のドライブシュートとは明らかに違うものだ。これはゴールポストだ。そしてボールはポストに激突しパンクしてしまいました。キーパー森崎君は唖然としたまま一歩も動けませんでした。まさにこれはものすごいシュートです。これが新聞で報道されていた噂のスーパーショット、タイガーショットなのでしょう。くそ、翼の動きが目に入り、かすかにシュートコースをミスってしまった。よし、行け、ドライブシュートだ。行け、ドライブシュートを放った。沸かします。来た、これが翼のドライブシュートか。実際に受けるのは初めてだ。キャプテンのタイガーショットに引けを取らないスピードだ。そしてこのまま真っ直ぐ来て落ちる。任せろ。任せろ。反応はしたが届かない。破裂、またもボールが破裂だ。ポストの角に当たりボールが破裂してしまいました。まっすぐ人落ちる、いや落ちるなんてもんじゃない。下に向かって伸びてくる感じだ。しまった、足に負担がかかるドライブシュートをミスってしまった。確かにすごい威力だ、翼のドライブシュート。でも必ずこの俺が止めてやる。今のシュートでそのヒントだけは掴んだぞ。さあ、日向君、センタリングか。くらえ、タイガーショット、わずかでもゴールが見えれば打てるんだ。これはゴール前に飛び出すことなく、ゴールラインギリギリのところで待ち受け、このシュートに素早く反応しています。ドライブシュートを防ぐには一瞬のうちに2つの動きが必要だ。まずゴールラインギリギリに立ち、打ってきた方向に素早く反応する。そして今度は真上から下に伸びてくるボールにタイミングを合わせキャッチするんだ。うわー、行けー、ボールに飛びつく。ドライブシュートで感覚を掴んでいるぞ。あっと、止めた。ドライブシュート破れたり。なに、沸かします。あー、しかしこれはドライブシュートの威力が死んでいなかった。キーパー沸かしますくんがゴールに押し込んだ。なに、俺のドライブシュート初めて反応されて、で触られた。
さすが若島つくん。くそ、これで止められると思ったのに。ここはパスを出した。よし、ナイスセンタリング。さあ、これをジャンピングボレーに行く翼くん。させるか。あっと、ヒューガくん、翼くんのジャンピングボレーをジャンピングボレーでシュートブロック。そしてボールは宙を舞う。翼くん、ゴールへの執念を捨てずジャンピングヘッドに行く。得点させるか。と、ああ、しかもこれもヒューガくんの方がジャンプが高い。ダメだ翼くん、点を取るどころかヒューガくんの前ではシュートすら打てない。ゴールは割れてない。あー、しまった。ヒューガくん、勝ち誇ったように高々と右腕を上げた。これは勝利を確信する V サインか。翼、今はまだ2点差だが、3点差、4点差、5点差とこの先何点でも差をつける。お前の体調がベストでないのは100も承知だ。だから俺はできるだけ大差でお前に勝つ。いいか、とことんお前を、軟骨を叩き潰すぞ。強い、磨くんが強くなった。今のヒューガ君を倒すには全力で、この体がぶち壊れるまで全ての力を出し切ってぶつかるしかない。ヒューガ君、早くもシュート体勢、またもゴールを狙うタイガーショットだ。タイガーショットは一直線、ヒューガ君の真正面に立てばゴールは必ずそこに来る。タイガーショット、ドライブシュートだ。ああ、翼くん、ヒューガくんの真正面に立ち、このタイガーショットを打ち返そう。なに、決まった。翼くんのドライブシュート、入った。バカ、あれほどのスピードで飛んでくるタイガーショットにドライブをかけ打ち返し、ゴールに突き刺す。その成功率は何万分の1かの確率だろう。それを見事に成功させてしまう大空翼、やっぱりサッカーの申し子だ。怪我は大丈夫なの翼くん。ああ、大丈夫。テーピングし直して痛み止めの注射もしたから、後半全力で戦えるよ。本当か？よかった。しかし、今度グラウンドに倒れるようなことがあればお前の出場はそこまでだぞ。はい、分かっています。さあ行こう、みんな。俺たちの夢、全国制覇 V3 の夢、この後半30分で夢を現実のものにするんだ。おお、まず、次、進行は旧南角シルバーコンビに誘うだった。パスはキスギ君がダイビングヘッドに行く。はっ、はっ、キスギ君、これはシュートではない。体をひねって逆サイドの滝君へのパスだ。滝君、ダイビングヘッド。南角シルバーコンビ、いけ、ダイレクトパス、ダブルダイビングヘッド。これは 3G 攻撃だ。キーパー若島津くん、完全に逆を突かれた。若島津、いけ。それでも必死に反転、このボールに食らいつく。しかし若島津くんのパンチングも届かない。剣、ストーだ。あー、セーだ。キーパー若島津くん、パンチングではなく空手の死闘のように腕を指まで目いっぱい伸ばしボールを押し出した。何？ナイス！若島津！ボールはまだ宙に浮いている。このボールに対して痛みをこらえて翼くんが飛ぶ。翼くん！
ナイスシュート翼。入ったドライブシュートだ。お前に恐怖をゴールは割らせん。ファイアーショットだ。ああ、これは翼くんと龍馬くんの一騎打ちだ。ドライブシュートとタイガーショットの激突。男と男の真っ向からの勝負だ。俺は負けん。これは両者全く同時、そして全く同じ色する激突。翼くんと日向くんを吹っ飛び、ボールは真上に舞い上がった。しかし翼くん踏みとどまり倒れなかった。そして再びシュートに行くぞ。くそ、いけ、ドライブシュートだ。日向くんも立ち上がるが間一髪間に合わない。このシュートに反応している。下がってヘッサー、お願いします。やられた。さすが若島津くん、まだボールは生きてるぞ。友達はところへ帰ってきた。撃つ俺は撃つ。優勝のその時もドライブシュートを打ち続けるんだ。立ち上がった翼くん、サイドドライブシュートに行く。翼くんのドライブシュート、ドライブシュート、くそ。ゴール前にいた日向くん、ゴールポストを利用してドライブシュートを打ち返す気か。翼、お前のドライブシュート、俺のタイガーショットで打ち返す。ヒューガくん、ゴールシュートをタイガーショットで打ち返した。まさか味方ゴール前から軟滑ゴールを狙ったのか。ヒューガくん、やべえ、これは何、翼、ドライブシュートとタイガーショットの威力を兼ね合わせた虹色の光は今度は後方ゴールへと放たれた。うわー、若島津くん立ち上がって決死のダイビング、胸でこのシュートを抑えた。しかしボールをキャッチしても体ごとゴールに押し込まれるぞ。止める、入れさせてたまるか。あっと、止めた、また止めました。若島津くんがゴールに押し込まれるところ、日向くんが横から飛び出しキャッチ。軟滑得点にならず。どうしてあれだけ頑張ったのに、なぜ決まらないの。強いな、さすが日向くん。自らのドリブルで東方陣内へ切り込みます。止めろ、翼を止めるんだ。パスは考えていないのか。翼くん一人でシュートエリアまで持っていった。シュート、あとはシュートだけだ。行くぞ翼、勝負だ。翼くんのシュートの振り足か、龍馬くんのスライディングタックルか、さあどっちが早い。スライディングタイガーショットだ。ああ、ヒューガ君の方が一瞬早かった。なんかつタックルで蹴り出されたボールをフォローだ。なに、翼、俺たちはお前の友達じゃないのか。石崎君、みんな俺の友達。それ翼、俺の後ろにはいつもみんながいるんだ。ああ、翼くん素早く立ち上がり飛び出した。ボールは真後ろから来る。これではボールが見えないのでは。これはいつものドライブシュートと振り足が違うぞ。しかしシュートの体勢とボールの落ちてくるタイミングはぴったりだ。
一本で止めてみせる。任せろ。島津君も左へ懸命のダイブ。ああ、ボールは斜めに曲がった。これはドライブシュート。しかし曲がりすぎだ。ゴールの枠を捉えていない。ああ、跳ねた。斜めに曲がったボールはグラウンドレスで逆方向に鋭く振ってネットに突き刺さった。これはまさにミラクルシュートだ。翼くんは初めから右隅ではなく左隅を狙っていたのでしょう。翼くんならではの奇跡の、まさにミラクル、奇跡のシュートです。やったー、決まったぞー。やったー、ナイスシュート翼。みんなー、いけー、俺のタイガーショット。ダメだヒューガさん、ここでシュートを打っても決まらない。味方の沢田君が龍河君のシュートを止めにスライディングタックルだ。これだ。龍河君シュートを深く真上に蹴り上げた。タキシ、足だ。その足をこっちに向けろ。え、ああ、龍河君、沢田君のスライディングタックルしてきたその足を利用して飛んだ。龍河君、これは背面飛びの要領で軟滑の壁を飛び越し着地。そのまま間髪入れずに落ちてくるボールをダイレクトでシュートに行く。これが翼のサッカー。いや、これが本当のサッカーだ。オーバーヘッドタイガーショット。ユーガ君シュートを放った。しかしこれはキーパーの真正面だ。ボールは割らせない。キーパー森崎くんごと吹き飛ばす。翼くん、森崎くんをキャッチに行く。捕まえた。ゴールに飛び込む森崎くんをキャッチしたぞ。ああ、止めたはずの翼くんも一緒に引きずり込まれた。すごい威力のシュートだ。さすが龍河君。翼、 V3 だ。俺たちはやったんだ。俺たちの夢が叶ったんだ。龍河さん、 V1 だ。僕たちは優勝したんだ。終わった。翼、翼君、ベストの状態のお前とやりたかった。ごめん、ヒューガ君。早くブラジルへ行っちまえ。お前が俺の目の前でうろちょろしやがる。俺はお前を目指しちまう。でも今日で吹っ切れた気がする。サッカーの楽しさがまた一つ分かった気がする。これからは俺もお前みたいにもっと大きな。中学に、俺は中学を卒業したらブラジルへ行くよ。これでひとまず俺たちの戦いも終わったな。うん。永遠のライバル、大空翼と日向小次郎。それと同時に、二人はお互い大切な永遠のサッカー仲間でもあるんだ。両チームキャプテン同士、翼くんと日向くん、その健闘を称え合い、ユニフォーム交換です。悔いなき戦いを終え、誠に爽やかな両選手の笑顔です。さあ、今深紅の優勝旗が南葛中キャプテン大空翼くん、そして東邦学園キャプテン日向小次郎くんの手に渡りました。沸き起こる場内、翼コールと日向コール、両チームの話し合いによりひとまず優勝旗は東邦学園へ、そして半年後南葛へと渡ることになりました。じゃあ先に戻っていくぜ。うん。日向くん、優勝旗を高々と掲げました。翼、今までありがとう。
俺たちの夢は叶った。今度は翼、お前の夢を叶える番だ。ブラジルへ行って絶対プロのサッカー選手になるよ、翼。みんなありがとう、ありがとう、みんな。